さんこんにちは。お元気ですか？今日は受信編からだいぶ月日が経ってしまいましたが、 RTTY 更新の運用編と題し説明したいと思います。まずは前回のおさらいでインストールからやっていきますね。受信編でダウンロードしたデータを回答し、このファイルをクリックしてインストールします。それから EXPFS 系もダウンロードし、回答したら MMTTY をインストールしたフォルダにこのファイルをコピーしておきます。
らは送信文字を設定するボタンです。メイン画面の下にあります。メイン画面でクリックするとエディット画面になり、文字を編集することができます。間違って左クリックするとそのまま送信されてしまいますので注意してくださいね。送信文字はコマンドがあって、あらかじめクリックしたコールサインや名前を読み込んで送信することができます。非常に便利ですね。詳しくはここで確認してくださいね。それからメイン画面の下にあるボタンも同じように文章を登録できますので確認してください。文章はメモ帳などで作成しておき、コピー&ペーストがおすすめです。内容は更新されている内容を参考に作成してくださいね。できたら無線機を置きした状態で送信練習をしてから更新してください。最後にハムログを開いておけば、クリックすると同時にハムログユーザーを検索し、続けてログの登録ができますよ。非常に便利ですね。いかがでしたか？ RTTY 運用編。時間もないのでこの辺りで説明を終わりますが、RTTY は健康申請が必要です。必ず健康届をして免許が下りてから更新してくださいね。詳しい説明はできませんでしたが、この設定でうまく更新できると思います。ご視聴ありがとうございました。